ブーン・ローガンはアメリカ合衆国テキサス州サンアントニオ出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。現在はフリーエージェント。2002年の MLB ドラフト20巡目でシカゴホワイトソックスから指名を受けプロ入り。2006年に開幕ロースター入りを果たし4月4日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビュー。2年目の2007年には68試合に登板した。 2008年は防御率5.95と不振に陥った。2008年12月4日にブレントリリブリッジ、タイラー・フラワーズラ4選手との交換トレードで、ハビアー・バスケスと共にアトランタ・ブレイブスへ移籍。2009年、ブレイブスでは結果を残せず、トリプル A 級、グーインネット・ブレイブスにいる時間の方が長かった。2009年12月22日、またしても、 バスケスと共にトレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。交換要員はメルキー・カブレラ、マイク・ダン、アローディス・ビスカイーノの3名だった。2010年は開幕をトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリー・ヤンキースで迎えたが4月16日に故障者リスト入りしたボクサン・ヒロシに代わってメジャーへ昇格。この年の防御率は自己最高の2.94だった。 2011年も前年に続いて、高成績を収め、脱三進数が初めてイニング数を上回った。2012年は、リーグトップの80試合に登板。左のリリーバーとして、チーム内に確たる地位を築き上げた。2013年10月6日に、左肘の手術を行い、10月31日に FA となった。2013年12月13日に、 コロラドロッキーズと3連総額1650万ドルで契約に合意したことを報道され、12月16日に球団が発表した。2014年3月28日に前年の手術の影響で15日間の故障者リスト入りし、4月3日にリハビリのため、トリプル a 級コロラドスプリングススカイソックスへ移動した。4月9日に故障者リストから復帰し、 同日のシカゴホワイトソックス戦で移籍後初登板した。35試合の登板に終わり、2010年から継続していた50試合登板以上が4年連続で途切れたが、メジャーデビューイヤーの2006年から続いている20試合登板以上は継続し、通算450試合登板も達成した。25.0イニングで32もの三振を奪い、 3年連続で11.0以上となる脱三振率11.5を記録、メジャークッシュの脱三振アであることを証明した。しかし、防御率は、自己アースト2位となる6.84、ホームランを6発くらい、故障者リスト入りも、相まって、不本意を極めたシーズンを過ごしてしまった。2015年は60試合に登板して0勝3敗。 防御率4.3344脱三振の成績を残した。2016年は66試合に登板して2勝5敗、1セーブ、防御率3.6957脱三振の成績を残した。オフの11月3日に FA となった。2017年2月7日、クリーブランド・インディアンスと1年550万ドルで契約を結んだ。 この年は38試合に登板したが、一勝0敗、防御率4.71ホイップ1.38と、かんばしい成績ではなかった。同年11月6日に FA となった。2018年1月10日に、ミルウォーキーブルワーズと1年187万5000ドルで契約を結んだ。6月19日にリーフとなり、24日に自由契約となった。主な球種は、 平均9 3アワー前後の速球とスライダー。2008年頃まではチェンジアップも投げていたが2009年以降は全投球の95%以上を速球とスライダーの2球種が占めるようになった。キャリア通算では対右打者に左率316、ヒオプス881なのに対し対左打者は左率251、 ヒオプス704に抑えている。ありがとうございます。